おはようございます。行政書士の古川ひかるです。今日も午前中の作業が終わりまして、これからねお昼のランチなんですけど、近所にお寿司の有名店があって、これから行っていきたいと思います。その帰りにちょっと銀行で手続きとかいろいろあるんで、それも全て終わらせて希望をしっかりやっていきたいと思います。引き続き最高の日を。はい、というわけで着きましたので入りたいと思います。はい、というわけでお寿司の予約も終わりまして、今移動しております。いや、美味しかったですね。やっぱり名店のお寿司は美味しいですね。まあ一定程度美味しいと思う、全部美味しいから、どこが一番美味しいとかね、まあ分かんないんですけどね、まあ、非常に美味しいお店でした。さあ、午後も張り切っていきたいと思います。はい、というわけでこれから仲良くさせてもらっているドクターが注射をね打ってくれるということなので、行きたいと思います。注射って何の注射だ、怪しいなみたいな思った方いらっしゃると思うんですけど、まあ、いわゆるアンチエイジングとか栄養の注射打ってもらいに行ってきます。まあ、昔はよくねニンニク注射とか流行って打ったりしてたんですけど、まあ、最近はかなり進化してるらしいんで、まあ、どんなものか体験しておいでって言ってくださったんで行ってきたいと思います。行ってきます。はい、というわけで注射を打ってもらいました。まあ、実際今のところすぐにね何か体感できるっていうものではないみたいなんですけど、なんかねちょっといいような気がします。どうなんでしょうね、まあ、何回かやってみないといけないんでしょうけど、でせっかく表参道来たんで、ちょっと前からね寄りたかったところがあるんで行きたいと思います。というわけで帰宅しました。今日もね最近読んだ本でおすすめの本をご紹介したいと思います。今回のタイトルは世界 2.0 メタバースの歩き方と作り方っていう本なんですけど、最近ねよくメタバースって単語を聞くことが多くなってきたと思うんですよ。インターネット以来の大革命って言われてるんですよね。20〜30年前はポケベルから PHS、PHS から携帯電話、そうこうしてるうちにドコモで i モードみたいのが始まって、まあ、なんとなくインターネットっぽいことができるんですよね。e メールとかね。まだまだネット上では動画を見たりとか、たくさんのコンテンツを見たりとかっていうのはなかなか難しい時代があって、それからスマホがね、どんどん普及していって、さらに進化していって、今じゃインターネットはパソコンでやる人よりもね、ほとんどスマホでやっているっていうことで、企業としても PC ブラウザーで見るっていうよりもスマホのねブラウザーで見ることを想定してスマホページを作んなきゃいけないみたいなね時代になってて、もうスマホ1個であらゆるコンテンツが見れるわけですよね。 Netflix にしても Amazon プライムにしても YouTube にしてもね、全てこれでできてしまうという時代になってるんですけど、まあ、そういったインターネット革命をさらに超えるインターネット以来の大革命って言われてるわけですよ。メタバース興味ないよって思うかもしれません。でもねやっぱそれじゃダメで、自分が興味なくても世界がそういう風に変わってってしまうわけですよ。その世界の変化に自分もついていかないと自分は取り残されちゃうってことですから、もちろん興味ないものに好きになるとかね、そういうことは勇気もないしそんな必要もないんですけど、ただ時代がそうなるっていうことは自分自身のポジション、つまり
自分はどこで戦ってどのように変化して進化して自分の仕事っていうものを確保していかなきゃいけないのかっていうのは常に考えなきゃいけないですよね。時代が変わってるのに自分は変わりたくない、今のままの仕事がしていたいって言ったって、時代が変わる以上は需要と供給のバランスが一気に変わってしまうわけですから、あらゆることのルールチェンジが起こるわけですよ。ビジネスにおいてこのルールチェンジっていうのがすごく怖くて、どんなに自分が今現在何か優れた能力を持っていたとしても、それが必要とされない世の中になってしまったら、それは仕事にはなり得ないんですよ。どんな時代になるかっていうのを読み解きながら自分のポジションを決めていくっていうのが大事なんですよね。でそんな中でやっぱりトレンドなのはメタバースなわけですよ。これを機会にメタバースよくわからんなと思っている方はぜひこの本一回読んでいただけると、いろんな情報がねわかるし、あ、メタバースってこういうもんかというのが、ね、なんとなくわかると思うので、著者は佐藤勝明さん、出版社は原稿社ですね。要点だけちょっと話していくと、まずメタバースではインターネット上に作られた 3D の仮想空間のことで、最初は主にゲームを入り口として普及していくってことが想定されるということなんですよ。今までもインターネットに接続されたゲームで、そのゲーム空間の中でプレイヤー同士が会話をしたりとか、初めて会ったその人と一緒に協力しながらモンスターを倒すとかね、いろんなことがあったと思います。このゲーム上の通貨を換金して、そこからクレジットカードで払って、そのゲーム上で通貨が生まれて、その通貨をもとになんか強い武器とかアイテムとかを交換し合うみたいな商取引が仮想空間上で行われてきたわけじゃないですか。あれをさらに発展していくっていうイメージなんですよね。あと書かれてたのが、メタバースが想像する世界っていうのは、視認できる目に見えるビジュアルとしての視空間と機械的な役割を持つ生態系を融合したものであるということで言ってて、視空間っていうのは人間が行ける場所とか人間が見れるもの、環境とか景色とかそういうものですよね。仮想空間における生態系ってことなんで、メタバースの世界で人はいろんなコミュニティを作ったり成立していくっていう、現代の日常生活で行われている生活っていうものがそのままね、まるっと仮想空間メタバースの世界で実現できるようになるっていうことなんですよね。だから多くの人は日常生活で人と関わるよりも、空いてる時間メタバースという仮想空間の中に自分が入っていって、その中で生活をするみたいな、その中で友達を作り、その中で買い物をし、その中で娯楽を求め、その中で日々生きていくみたいなね、そんな状況になるっていうことなんですよね。面白いですよね。で3つ目はメタバースが多次元的に拡大すると人間の人格形成にも影響を与える。仮想空間が自己増殖して複雑化すると、一つの巨大な生命のような存在になる可能性がある。もう何言ってんすかみたいな、ね、話なんですけど例えば現実社会 そのいわゆる資本主義社会なんかは、よく資本主義の限界なんて言われていて、限られたパイを奪い合うゼロサムゲーム、そんな競争に人々が疲れ始めてるなんて言われてますよね。確かにこれだけ全てのものが発展してくると、現実社会においてこれ以上成長拡大していくことってなくて、あるもの既存のものの奪い合いになるわけじゃないですか。だから今の人々に残された開拓可能な拡大していけるフロンティアっていうのは、宇宙空間、地球の外であったりとか、あるいはこのメタバース、仮想空間なんですよね。仮想空間は無限大ですから、ゼロサムゲームで人が自由にいろんなものを作っていくことができて、その中で生まれた価値を交換して商取引を行っていくってこともできるわけですよね。でここで書かれているのは、今後15年以内に SNS のアカウントを増やすような手軽な感覚で自分だけの3次元世界を作り出せるようになるって書かれてるんですよ。15年以内ですよ。あっという間ですよね。でそうなってくると、僕たち行政女子はって考えてみると、多くの人がその仮想空間の中で生活をする、多くの商取引が生まれる、商取引が生まれるっていうことは、おそらく法整備がされていって、法整備がされた上でさらに許認可っていうものも新しく生まれてくると思うんですよね。そこでお金が動くわけですから、むやみやたらに勝手に全てやっていいですよってわけにはいかなくて、いろんな規制が生まれるわけですよ。そうしないとね、詐欺とか悪質なものを売ってしまうとかね。だから一定程度規制をしなきゃいけなくて、その中で商売をするんであれば、こういう許認可を取らなきゃいけないですよみたいな、メタバース上の許認可みたいなのも生まれる可能性もありますよね。それもまた面白いなと思ってるんですよね。例えば現実社会では古物商というものがありますけど、中古品とかを自分で集めてそれを売って商売するっていう時は古物商の免許なきゃダメですよとかね。それがメタバース内で商売として業としてやるんであれば、そのメタバース内の古物商がなきゃダメですよとか、そんなことも起こったりするのかななんて想像しちゃいますけどね。メタバースね、よくわからんっていう方はぜひ一度読んでみてください。タイトルは世界 2.0 メタバースの歩き方と作り方。
著者は斉藤克明さん、出版社は幻冬舎ということですね。非常に面白い本でした。ただの SF 映画の話ではなくて、もうこれが現実になるよと、15年以内になるよって言われてるようなことなので、ぜひね、未来を想像しながら自分のポジションというのを一緒に考えていきましょう。というわけで今回も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。